帯方氏は、信濃国水内郡に本拠を置いた、日本の氏族。信濃国守護の小笠原氏の所流だが、小笠原氏とは敵対関係にあった村上氏に組みして、小川荘を拝領し、本拠とした。後には、武田氏に進駐し、水内郡から安曇郡にかけてを領して、北信濃に一定の勢力を保った。つまびらかではないが、小笠原長利が祖とされる。下記は、その一節である。分裂していた小笠原氏を統一した、小笠原長宗には、子がなく、後継者とするため弟の長利を養子とした。ところが、その後、長宗に男子が誕生し、長利と長時は不和となった。このため長利は、小笠原家を出て、安曇郡、広津村第二地方に館を構えて、帯方氏を称したのが、始まりとされる。帯方長利は、高坂忠宗を後見人とし、当時小笠原氏とは、信濃を二分して対抗する勢力であった村上氏に、進駐した。時期については、諸説あって定まらないが、村上氏に従属していた小川氏が背いたため、当主の村上移国は、高坂忠宗に命じて、これを討たせた。帯方長利はこれに従軍して、小川氏の本拠である古山城攻略で功を挙げた。これによって、帯方氏は小川荘を与えられ、帯方長利は帯方長政と名を改め小川、古山城を本城とした。長利の嫡男は、直政だが男児がなく弟の直忠が総領を継承した。この帯方直忠の時代に、甲斐国の武田晴信による北信濃侵攻が始まった。武田軍は仁科方面から山形正景が侵入して、小川、古山城への入り口に位置する千間城を落とし、主将の帯方長信は敗死した。これを機に、帯方氏は武田氏への強順派と交戦派に二分した。直忠には5人の子がおり、長男の次期卿は徹底抗戦を唱えたが、残る4人の弟は強順派だった。弟たちは、防御によって、分動古城城主の次期卿を襲撃し、次家業は重傷を負って裾花川に身を投じて自害した。これによって、天文21年帯方氏は、武田氏への恭順が認められ、滋賀の先鋒州となった。その後、帯方氏は、武田氏に従い越後上杉氏との川中島の戦いにも参戦しており、川中島平の中央部ともいえる広田地区にも、所領を与えられて、居間を構えた。直長は、上杉氏によって陥落した千間城を奪還し、武田信玄から感情を受けている。また、天文23年には、安曇郡の中東城で、信濃守護小笠原氏と共に、武田氏に抵抗していた仁木氏が、小笠原氏の逃亡後になってから赦免を願い出た際に、帯方氏が仲介をして、功績を認められている。永禄元年には中条地区の支配権も与えられた。多数の武田信玄配下とともに、尾身氏が生島足島神社へ2通の起請文を提出しており、前日提出文はありきたりの内容だが、翌日再提出の内容は国侍同士で昵懇にしない、中でも互いに元村上氏の配下であって、尾身氏とは支配地が隣接する社氏や室賀氏、帯方氏とはことさら仲良くしないと誓わされている。直長が出陣した永禄4年の第4回川中島の戦いの頃の軍役は110騎と伝えられ、帯方一族すべてを合わせると300騎を超えたとも言われており、周辺の社氏の70騎や尾身氏の10騎、室賀氏の20騎、栗田氏の60騎等に比して突出した規模であり、その動員兵力は9000人から1万人前後にも及ぶものと推定される。天正3年の長篠の戦いにも直家を中心に出陣している。また、上杉謙信の戸隠攻めに際して、戸隠から逃れてきた僧侶を受け入れたため、本拠の小川は後世まで亡と称された。天正10年3月の回、武田氏の滅亡後、織田配下の国衆、木曽義政により領地安堵の朱印を受けた。同年6月の本能寺の変により、武田医療の会、信濃、上野をめぐる、天正神護の乱が起きた。川中島4郡を支配し、越後にまで侵攻しつつあった、森長可が突然逃亡すると、無主となった北信濃へ、佐久方面から川中島まで兵を進めた北条氏と、それに対抗した上杉氏の侵攻もあって、領地安堵は果たされなかった。そうして、帯方氏は、北条氏が撤退後に、徳川氏の支援を受けていた旧信濃守護、小笠原氏の一族である小笠原常慶法に組みする、直親と、上杉氏が擁立した、小笠原道、摂裁方に組みする、直家に分裂した。その後は、双方ともに、信濃国外への転向に随行せず紀塩川に土着したとされるが、一部は後に、上田から松代藩に転向した真田昌幸に仕官し、直家が軍奉行に赴任された。現在も、小川村をはじめ近辺には、帯方姓は多い。ありがとうございます。